はいどうもこんにちは。最近 iPhone 12 mini のレビュー動画出しましたけども、いややっぱり小さいは正義ですね。コンパクトで使いやすいし、でもコンパクトなのは決してスマホだけではありません。これからは PC も小さくしていく時代です。というわけで今回はミニーズフォーラムさんからエリートミニというコンパクト PC をご提供いただきましたので、詳しくレビューしていきたいと思います。ミニーズフォーラムさんは中国深圳で設立された会社で、今はミニ PC の専門メーカーになっているようです。まずは内容物から、フィルターが開封を歓迎してくれています。その下には本体が入っていて、さらにその下にアクセサリーが入っています。まずはミニディスプレイポートとディスプレイポートのケーブル、巨大な AC アダプター、極太電源ケーブル、HDMI ケーブル、ベサマウントへの取り付けキット、以上が入っています。続いてメインの本体のお披露目です。エリートミニを名乗るだけあって、手のひらよりちょいでかいくらいのコンパクト筐体ですね。まずはデザインチェック。側面はプラスチック、上下の面は金属素材なブラックカラーデザインとなっています。全周囲に通気口が開いていて、よく冷えそうだなぁと感じさせますね。前面にはイヤホン端子とリセットスイッチ、電源スイッチがあります。左側面にはマイクロ SD カードスロット、ライン入力、マイク入力、HP 出力端子があります。背面は左から電源ジャック、HDMI 2.0 対応端子、ディスプレイポート、ギガビット対応LAN端子が2つ、USB 3.1 Gen 2が4ポート、ケンジントン6が付いています。それにしても LAN 端子が2つ付いてるって面白いですよね。冗長構成やサーバー用途などでネットワークを分けたりという使い方ができそうです。チーミングとかもね、できれば速度も倍にできそうなんですけど、どうなんすかね？知らんけど。右側面は何もありません。そこはベサマウント取り付け金具の固定穴と四隅にネジが止まっていて、分解も簡単そうですね。上面はファンやマザーボードなどが見えていてメカメカしいですね。そうそう、初っ端に紹介したフィルターはこの上面につけるためのもので磁石でくっつきます。デザインはそんな感じ。今時の USB Type-C やサンダーボルト端子がなかったり、前面に USB ポートがなかったりと、残念な面もね、ちらほらありますけども、まあ、このコンパクトさで、これだけの拡張性を備えているということで、目をつぶることにします。サイズは 15.4×15.3×6.2cm と、今パソコンの寸法の話してる？みたいなコンパクトさ。となってます。私のミドルタワー PC と比べるとお母さんと赤ちゃんくらいのサイズ感です。正直このサイズなら持ち運べますけども、 AC アダプターが PC 本体の横幅くらいのデカさなので、まあ、これも含めるとどうかって感じですね。まあ、それこそね、 USB Type-C で給電とかもできたらもう超イケてるのになぁと、まあ妄想だけが膨らみます。これだけコンパクトなので、テレビ用の PC としておいても、外付け HDD ぐらいにしか思われないですね。ミニマリストな人には7インチモニターでちっちゃなワークスペースを作るなんていうのも男心くすぐられます。それでは早速電源を投入。オンにすると電源ランプがブルーに光ります。セットアップをサクッと終わらせると、おなじみの Windows 画面がお出迎えしてくれます。まず PC を買ったらしなければいけないのがタスクマネージャーを開くこと。合わせてスペックを紹介していきます。CPU はご覧の通り6コア12スレッドな AMD Ryzen 5 Pro 4650G を搭載。第4世代の7ナノミリメートル CPU で、クロック周波数は定格で 3.7GHz、ブースト時で 4.2GHz で回る高性能 CPU です。TDP は 65W ですが、公式ページでは15から 45W と書かれてたので、まあ、ちょっと性能落としてるのかもしれませんね。今までインテル CPU しか触ったことないので、Ryzen がどんなものなのか楽しみです。メモリは DDR4 3200MHz の 16GB メモリ。ストレージはキングストンの M.2PCIe 接続 SSD で 256GB。Wi-Fi はインテルの Wi-Fi 6 対応 AX200。
ギガビットランはリアルテックのギガビットイーサー対応ポートが2系統、グラフィックは 4650G の統合グラフィックスで 2100MHz のクロック周波数で駆動します。この筐体サイズにこんなハイスペックのもの本当に入ってるのと驚きを隠せないんですけども、さらにすごいのがこの X400、 なんとパーツを増設できちゃいます。後半の方でね、詳しく見てみたいと思いますけども、 M.2SSD や 2.5 インチの SATA ドライブ、メモリ2スロット搭載と自分好みに拡張やカスタマイズが楽しめて素晴らしいですね。スペックはこの辺にして、その他エリートミニ X400 の特徴を見ていきましょう。まずは OS、 いやいや Windows 10でしょ、見りゃわかるよという顔されてると思いますけども、なんと Windows 10 Pro 搭載です。プロですよ。プロだと何がいいってね、リモートデスクトップ接続ができちゃいます。コンパクトな筐体なのでサーバー用途として使う方もいるかもしれませんけども、まあ、そんな時にね、ディスプレイにいちいち接続しておかなくても RDP でつなげばいいだけなので運用面で楽ができますね。この PC には HDMI とディスプレイポートがそれぞれついてましたが、この端子は同時出力、つまりデュアルディスプレイに対応しています。でもただのデュアルディスプレイではありません。なんと 4K60Hz のデュアルに対応です。 4K60Hz って単純計算でフル HD 4枚分の描画力が必要なんですけども、それがさらに倍いけるということなので、まあ、そこまでハイパワーなミニ PC もなかなかないと思います。喋りばかりで語られても凄さがわからんとコメントを書かれる前に、さっさとベンチマーク各種取っていきたいと思います。手始めに起動時間を測定しましたが、結果はデスクトップ画面までで約20秒と NVMe SSD のパフォーマンスの良さが顕著に現れてますね。アプリの起動なんかも待ち時間なんかありません。お次は動画視聴。 iPhone 11 Pro で撮影した H265 形式の 4K60 フレーム動画は余裕で再生できます。なんですけども iPhone 12 Pro で撮影した 4K60fps HDR の動画はガクガクですね。グラフィック性能が足りてないっていうこともあるんだと思いますけども、まあ、再生支援技術的なものがね、 HDR にまで対応してないんじゃないかなっていうのが大きいね。最近の私の YouTube 動画はほとんど 4K60 フレームの品質なんですけども、 Chromium ベースの Microsoft Edge では余裕で再生ができました。ちなみに高負荷時のファンノイズはこんな感じ。ミニ PC なので卓上で使うシーンもありそうですけど、そうなると耳がね、距離近くなりますので、よりうるさいと感じるかもしれません。まあ、それでもね、発熱は思ったより全然ないので、 CPU ファンがぶん回ってる感じもなくて、まあ総合的には許容範囲かなという感じです。前菜はこのぐらいにして、ここからはベンチマーク測定です。まずは CPU-Z で CPU の状態をチェック。電圧値などはこんな感じです。では手始めに CPU-Z ベンチマークを実行。結果はマルチスレッドで 4180.6 ポイント、シングル性能で 524.4 ポイントでした。続いてシネベンチ R23、 6コア12スレッドのパワーでマルチスレッドスコアが8988ポイント、シングルスコアが1248ポイントと、手のひらサイズとは思えないくらいの性能を叩き出しました。この性能、インテルに例えるなら同じ6コア12スレッドの Core i7-8700K とほぼ同じくらいです。ちなみにシネベンチを回している時の CPU 状態はこんな感じ。 CPU 温度が80度以上になるのを見ると、まあ、連続高負荷運転っていうのはちょっとパーツの寿命とかね、心配に感じもしますけども、まあ、この薄さと性能で90度いかないということを考えると、まあいいかなという感じもします。お次はストレージ性能。クリスタルディスクベンチマークを使って NVMe 接続の SSD 性能を測っていきます。1GB 5回転送のテストを1回だけ実行しています。結果はこんな感じ。読み込みで 2.4GB 秒、書き込みで 1.2GB 秒ということで爆速な結果となりました。
ただ少し気になったのは発熱。 NVMe の SSD は高負荷時にかなりあっちちーになるんですけども、クリスタルディスクインフォが真っ赤になるぐらい温度が上がってます。ヒートシンクついてないのかなという感じなんですけども、後で分解して見てみたいと思います。次からはゲームベンチです。あまりゲームしないので有名どころのベンチマークソフトをいくつか試しました。まずは王道ドラクエベンチ、 4K とフル HD の標準品質で測定しましたけども、結果はそれぞれこんな感じ。 4K はさすがに厳しそうですけども、フル HD なら高品質でもいけそうですね。まあそもそもこの筐体サイズでゲームが動くと思ってなかったので、インテル統合グラフィックスしか知らない私にとってはライゼンのグラフィック性能は衝撃を受けました。続いて FF15 ベンチマーク。このベンチマークは結構重いで有名ですけども、まあ、最近の PC 性能を測るときはみんな使ってるので私も便乗。結果はこんな感じ。フル HD の軽量品質で動作困難判定でした。 4K や標準品質なんかもう見るまでもないって感じですね。さすがにね、グラフィカルなゲームとなると専用の GPU がないとちょっと動作は厳しいかなという感じです。最後はグラセフ5ベンチといってもスコアが出る系のやつではないので、下に表示されるフレームレートで判断という感じなんですけども、フル HD60 フレームで、あとは初期設定にしているとフレームレートがだいたい80を超えてきます。真ん中のようにグラフィック性能を上げても60フレーム前後で安定していて、これくらいのゲームなら割と動きそうって感じです。まあさすがに 4K にすると初期設定でも 40fps くらいにはなっちゃいますね。まあ今更だけど 4K でゲームって最近のグラボでやっと快適って感じのものが多いので、まあ逆にこのサイズで 4K ゲームが快適に動いたらビビりますけどね。ゲームベンチはこれくらいにして、あと気になったことをいくつか測定して終わります。まずはビデオエンコード時間。グラボをフル活用して動画エンコードができるソフトを使ってエンコード時間を測定しました。 4K の H265 動画を H264 へエンコードした時の結果はこんな感じ。 GPU エンコードを使って速度は50フレーム前後ぐらいですかね。まあ、でもインテルの QSV 技術には勝てないみたいで、エンコード用途にはこの CPU はあんまり向いてないかもしれません。お次はプレミアエレメンツ2020で動画編集。フル HD 動画ならプレビュー含め割と軽快に動きます。メモリも 16GB 積まれてるので余裕ですね。 4K 動画はエフェクトをかけるとプレビューが少しドロップしますけども、まあ許容範囲です。がっつり編集しなければエリートミニで動画編集もいけそうです。続いて動画の書き出しテスト。5分間の動画で3分の1ずつぐらいの尺でね、エフェクトとテロップを入れた動画を書き出ししてみた結果がこんな感じ。このバージョンのプレミアエレメンツ、ほとんどハードウェアエンコードできないので完全に CPU 依存なんですけども、ライゼン君も6コア12スレッドと並列処理が得意なので筐体サイズに似合わず早いですね。というわけでいかがだったでしょうか。ミニーズフォーラムさんのエリートミニ X400、 ライゼン5搭載の高性能 CPU とハイパワーグラフィックス性能で、ライトなゲームや高画質動画の視聴、フル HD 動画ぐらいの編集など、ゴリゴリ CPU や GPU を回しまくらない、でも常に快適なレベルの性能は確保したいというわがままな方のメイン PC として十分活躍できるポテンシャルを秘めています。この製品は幕開けというクラウドファンディングサイトで応援購入することができて、税別7万5千円です。ただこの製品は2020年11月21日に発売されたばかりなので、15% オフの税別6万5500円で販売されていたりもします。まあ、クラウドファンディングって聞くとね、なんかちょっと怖いなと思うかもしれませんけども、このプロジェクト自体はオールイン型のものになっているので、目標金額に達しなくてもプロジェクトは実行されます。まあもうすでに目標金額突破してるらしいので、まあもうそこの心配はないかな。あとこちらの面白いところがですね、ストレッチゴールというプロジェクトを採用しているということで、支援者数の数に応じてスペックがどんどん上がっていくという仕組みが取られています。例えば30人突破で2年保証、80人突破で Windows 10 Pro が搭載などなどで、最大1000人まで行くと 1TB の HDD がついてしまうということでね、支援者自身もこのページを Facebook とか Twitter とかでね、シェアしていって支援者を増やして、まあ、自分のね手元に届く PC もよりアップグレードされたものにしましょうみたいな、そういう感じの
プロジェクトらしいです。まあ、詳しい情報はね、概要欄の URL をチェックしてみてください。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。エンディングの後にね、分解動画とかパーツどんなのが入ってるっていうのを見てみたいと思います。そのままぜひご覧ください。それではね、この子の中身ちょっと見ていきたいと思います。おお、今端子が全部こっちに向いてるんですけども、その状態でこんな感じですね、中身。はい、これがね、キングストンの M.2SSD ですね。で、これが 2.5 インチの HDD もしくは SSD が取り付けられるベイになってます。で、ここにね、こんな感じでね、SATA の接続端子が一つついてます。で、ここにね、もう一個 M.2 の SSD が刺さるスロットが空いてます。で、これがインテルの、Wi-Fi6 対応の AX200 っていう無線カードですね。で、これパコッと開けるとこんな感じ。多分下の青いボードがマザーボードだと思うんですけど、これ CPU のバックプレートがちょうど見えてる感じですね。はい、で、ここに、メモリがついてます。メモリもね、キングストン製みたいですね。 8GB×2枚で 16GB 載ってます。でね、このメモリノート PC 用なのでサイズがちょっとちっちゃいですね。なのでデスクトップサイズは入らないと。こんな感じでパコッとが入ってます。で、今度ね、上面めくってあげると CPU クーラーが乗ってるという感じですね。普通にネジ取ってあげたら下に APU が見える感じだと思うんですけども、まあ、もうそこまではさすがにしやんかな。まあ、グリスとか塗り替えてね、多少熱効率を良くしたいっていうことぐらいだったらできそうだと思うんですけども、まあ、この CPU クーラーそのものがねそんなにパワーがあるもんじゃないと思うので、まあ、そんなに意味はないかもしれないけどね。それにしてもこれ本当、これすごいですよね、本当に。これ PC ですよ。しかも6コア12スレッドっていうね、化け物ですね。で、これね、裏バックプレートと共通になってるので、これもね、干渉しないように、こんな感じで締めてあげれば、元通りって感じかな。はい、元通り。